はいどうも、魚ダブルスニッキーです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、やっていきます。はいやってきました。やってきましたね、はい、今回なんですけども、プリンスのラケット、ファントムグラファイトの100と107のラケットをね、はい、インプレさせていただきたいなと思っております、うん。まあ、前回ですね、はい、ファントムのラケットの時ではちょっとなんかこうコメントが若干荒れそうな感じだったんですけども、今回もねしっかりとお届けしたいなと思っております。よろしくお願いします。今回の発売が何月でしたっけ。7月の7日七夕になります。七夕ですね。七夕の日にね、彦星さんと織姫さんが出会ったということで、太郎とファントムグラファイトも出会っちゃったと。いやいうことなんですけども、いいこと言いますね。で今回なんですけども、100インチのやつが重さが何グラムでしたっけ。100インチが310g。 重たいっすね。なかなかね、なかなかずっしりしてます。107の方が305g。 重たいですね。ずっしりしてます。これほんまにウェイトは310ですか。310ですよ。ほんまですか。はい、ちゃんと合ってますか。合ってますよ。こう間違えるとね、まだね、いろいろ言われるんでね。はい、スペックはこちらに書いてますので。まあ今までね、やっぱりこうグラファイトのシリーズめちゃめちゃ超人気じゃないですか。いや、伝説のラケットですね。伝説のラケットですね、はい、これはまた新しくなって、うん、色、うん、おしゃれ。おしゃれですね。グリーントルマリン。グリーントルマリン聞いたことない。何色かわからないですけど、こういう色ですよね。はい、めちゃめちゃいい色に仕上がってるんでね、いい。ちょっとそこら辺をね、皆さんしっかりとねお届けしたいなと思っております。まあ打感だったりだとか、はい、軌道だったりとか、うん、まあどういうプレイヤーが向いてるのかっていうのを、うん、太郎もまだ打ったことがないと思うの で、 うで、ね、はい、ちょっとそこら辺をねちょっと打ってみてもらいたいなと思っております、はい。100のインプレと107のインプレを同時にさせていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この動画がね良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そうしたら見ていきましょう。本編スタート。さあということなんですけども、はい、ファントムグラファイト100を打った感想をちょっとまず聞きたいなと思うんですけども、はい、ストロークはどんな感じでした。僕あんま回転かけるタイプじゃないんですけど、そんな方に打ってつけやなって思いました。自然と回転かかるような感覚があった。自然に回転はかかりますし、最初飛ばへんかな、グラファイトってなんかこう難しいイメージが僕あったんですけど、しっかり飛ぶというか、飛ぶんですけど飛びすぎないっていうのがものすごいストロークでは感じられたかなっていうふうに思います。僕もちょっと打たせてもらったんですけど、はい、ボールが潰れる感覚がグッとあったんで、うん、なのでこう回転がしっかりとかかったんじゃないかなっていうのが、はい、なんか印象的にはありましたね。しっかり振れば振るほど収まるなっていうような、そうですね、イメージがありましたね。重さが 310g のラケットなんですが、はい、重みはなんかそこまで感じなかった感覚があるんですけど、そんなめちゃくちゃしんどくなかったですね、はい、普通に振れるラケットやなっていう風に思いました。ただやっぱ女性はやっぱちょっと難しいかなっていうような印象はやっぱあったんで、まあ、男性の方が結構主な打ち手になるんじゃないかなとは思いますね、はい。ボレーはどうでした。ボレーの方もしっかりこうグッと捕まえる感覚と、ストロークと同様で飛びすぎない感覚があったので、バチンと打ってもアウトが少ないようなイメージがありました。なんかこうボレーは受けてる感触はかなり回転がかかってて、はい、かなり伸びがあったんで、はい、結構嫌な感じやなっていうのは受け手としては感じましたね、はい。サーブはどうでしたか。サーブがね、一番こうおっていう感じですごいドンと乗るイメージがありました。で回転でキリンってかけるよりかはこうフラット気味でドンと打っていく方がすごく伸びが感じられたようなラケットでしたね。まあトータルして、まあ、ストロークもボレーもサーブも、はい、なんかしっかりと捕まえる感覚があって、でそこからのこう、まあ、いわゆる弾くというよりかはなんか潰すみたいな表現が多分合ってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その中でなんか自然と回転がグリーンとかかかっていくような、なんかこうガットの中で動いてる感覚が僕はあったんで、はい、すごく面白いラケットだなっていうのはありますね、うん。次なんですけども、はい、ファントムグラファイト107なんですが、はい、うん、率直な感想というかあれもらっていいですか。ストロークはどうでしたか。まずストロークはやっぱりこの100に比べたらかなり柔らかいなって、明らかに柔らかいなっていう印象が、ボールがよく飛ぶなという印象が
ありましたんで、このグラファイトでこんなにこれもボールが飛ぶんやっていう驚きがすごかったですね。僕も107少し打たせてもらったんですけど、まあ、ストロークが苦手な方やったら107の方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。105インチ以上のラケットってなんかこうどっちかというとこう捕まえて押すみたいなイメージがあったんですけど、結構107でザイロンっていうその素材ですかね、素材がやっぱ操作してるのか分かんないんですけど、球際の飛びがめちゃめちゃ良かったなっていう印象があったんで、107でもなんかこうしっかりと振り切れても打てるし、合わせるだけでもしっかり飛ぶような印象が、なんかまあ面白い、なんか107なのに107を感じさせないラケットっていう風な感じをしました。差し込まれてもしっかりとこう弾き返せるようなイメージがあったんで、はい、そうですよね、いいなっていう風に思いましたね。はい、ボレーはどうでしたか？こうなんか面のブレが少ないというか、ちゃんとこうラケットを当てていくときにこうブレブレとならずにまっすぐ入っていくイメージがあったんで、すごいブレないなっていうイメージがありました。サーブはどうでしたか？100に比べたらなんかスライス回転とか回転をしっかりかけに行った時にいい当たりがするなというイメージがありました。なんかこれあれですね、バランスが310なので、はい、思ったよりも手元に多分ある感覚があるので、ファントムグラファイト100もファントムグラファイト107も310なんで、重さで見ると310、305でしんどそうなんですが、振ってる感じ持った感じで言うと、まあ、300g ぐらいのなんか重さに感じるんじゃないかなと思うんで、まあ、男性の方はかなりいいラケットって感じるんじゃないかなと、まあ、女性の方でもちょっとパワーに自信があるとかストロークガツガツしたいなっていう方は結構107でもいいんじゃないかなっていうのは結構印象的にはあったので、面白いラケットだなっていうのはちょっと感じましたね。ファントム100とかファントム O3 とかと素材が一緒なんですよね。ザイロンもそうですし、高分子エラストマーっていう、なんかそれなのに全然こう打感が全然違うっていうのが面白いなっていうのが、今回このプリンスさんのラケットは全部そうなんですが、全然どれもこれも違う打感になってるっていうのは面白いなっていうのと、100がメインで出してるのに少し重ためっていうね、そこがまた面白いところなのかなと思いますので、ぜひですねファントムグラファイト100、皆さんもしね手元にあるのであれば、スクールとかねあるのであれば、ぜひ売っていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということなんですけども、まあ、今回ですね、プリンスのファントムグラファイト100とファントムグラファイト107を、打たしてもらったんですけども、どこだけともね少し軽く打たしてもらったんですが、やっぱりまあ打ち手によって全然違う印象になるっていうのは、やっぱまあまあこれは面白い、テニスの面白いところなんじゃないかなと思うんですけども、なんかちょっとやっぱ固めな印象があったのかなっていうのは若干あったんですけども、やっぱその中でも素材がやっぱすごいですね。いや相当いいですね。相当いい素材使われてるので、107であっても面ブレがなかったっていうのが印象的にはあるので、結構こう強くストローク打てる方とか、結構こう握れる方とかだったら、まあおすすめのラケットなんじゃないかなと、はい、でまあ女性でもですね少しパワーのある方とかだったら107だったら使いやすいんじゃないかなと思いますし、ベテランの方でも使いやすそうな形なんですけども、選手でも全然使えますね。これ100はもちろん使えますし、107でも選手使ってる方、プロ選手使ってる方いてます、ね、いますもんね、はい、両方ともしっかりしつつ僕らでもしっかり打ちやすいようなってことですよね。なので、はい、まあ、ぜひですね近くに店舗があったりとか、まあ、スクールでももしシダがあれば、ぜひ手に取って打っていただけると嬉しいなと思いますので、ね、ぜひよろしくお願いします。この動画がね少しもためになった方はね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そちらでもう早々お時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。